ボッカチオは、ジョバンニ・ボッカッチョのデカメロンに取材した、ジャン・フランソワ・バヤール、アドルフ・ドルバン、レオン・レビ・ブランス・ウィック、アルティール・ド・ボプランによる戯曲をもとに作られたカミロ、バルツェルト・リヒャルト・ジュネーによるドイツ語のリブレットに、フランツ・フォン・スッペンが作曲を施した3幕のオペレッタ。1879年2月1日に、ウィーンのカール劇場で初演された。英語は、 オスカー・ウェールとグスタフ・ヒンリヒスによって1883年頃に翻訳されている。日本では1915年4月に帝国劇場で小林義夫の翻訳台本により翻訳上演された。以降、ローヤル館で上演され、また、いわゆる浅草オペラの様々な歌劇団によって一部のみの上演が行われた。20世紀末以降は、 黒が深夜の訳による上演、歌唱が多くなっている。なお、ボッカチョー役は女性が演じることも男性が演じることもある。もともとは女性が演じていたものが20世紀前半以降に男性が演じることが多くなったという。1331年のフィレンツェ。ルネサンス初期のフィレンツェでは詩人ボッカチョーが書いた 数々のエロティックな小説が反響を呼び、市民たちは彼が綴るスキャンダラスな物語を愛好する女性たちとそれに嫉妬する夫たちに分かれて対立していた。ボッカチオを町から追放して監禁してしまおうとする夫たちの動きから話が始まる。一方、ボッカチオもいろくわだてを持っていたが、その一つは公爵の娘であるフィアメッタの愛を得ることだったが、これは 公爵の行為を得ることによって最後に成し遂げられる。ありがとうございます。